アイテム番号 SCP-543JP。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-543JP はサイト81の標準鳥類収容施設に収容します。担当職員は一定期間鳥類のヒナの育成を行い、その様子を SCP-543JP に認識させ、育成を引き継がせてください。説明 SCP-543JP は1羽のメスのスズメモクヨシキリかオヨシキリです。体調や食性は一般的なオヨシキリのそれと変わりありませんが、収容時から現在まで老化の兆候を見せていません。SCP-543JP は何らかの手段で血縁関係の有無を判別可能であり、生物が血縁関係にない個体を擁護している様子を認識した際にその異常性を示します。SCP-543JP は擁護している個体括弧以下、カリオヤと表記する括弧閉じが擁護されている個体括弧以下、子と表記する括弧閉じから目を離した隙を狙い、黄色味を帯びた白色の粘着性物質を口から吐き出し、それを子に摂取させます。この物質を検査した結果、タンパク質、脂肪、炭水化物等の栄養素が含まれていました。SCP-543JP がどのようにして、この物質を体内で生成しているかについては現在も判明していません。物質を摂取したこの、声、を聞いたカリオヤは、子に対して無関心となり用語を放棄します。実験により、暴露後のカリオヤはこの声や排泄物の匂いなどを知覚できなくなっていることが判明しています。SCP-543JP は放棄された子に行くヒナ本能を働かせ、一般的なオヨシキリがヒナを育てる場合と同様に昆虫類や節足動物等を餌として与えます。しかし、あくまでこれはオヨシキリがヒナを育てる方法であるため、対象となった生物によっては餌を摂食できずに衰弱死してしまうこともあります。SCP-543JP はこの居場所を正確に把握することが可能であり、子を隔離しようとする試みは SCP-543JP の激しい抵抗を引き起こします。ただし隔離されていない子が他に存在している場合には、そちらへの餌の運搬を優先する様子が確認されています。200の発見時、SCP-543JP は財団フロント企業の託児所で、人の乳幼児に物質を摂取させていたことが確認されています。乳幼児の声を聞いたことで暴露した託児所職員には記憶処理が施されましたが、声を聞く度に影響が再発現するため完全な回復には至りませんでした。保育収容から3日後、SCP-543JP の収容施設内に格好のヒナ1羽の遺体が出現しました。SCP-543JP がヒナを回収しようとした職員に対して激しい抵抗を示したことから、出現したヒナは物質を摂取した子なのではないかと推測されました。さらに、その2日後、今度は SCP-543JP 発見時に物質を摂取させられた乳幼児の1人が施設内に出現したことで、SCP-543JP は物質を摂取した生物を自身の元へ転移させることが可能であると判明しました。この事例から収容プロトコルは、前述の性質を利用したものへと改定されました。